ナルト、お前が俺の部下でよかったよ。行くぞ。はい。お前死ね。術の種が分かったところで変わらん。神まだだ、二重だろ。シャッター。誰だ。お前はホビト。その名で呼びたいのであれば好きに呼べばいい。俺には何の意味もない。間違いない。生きていたのか。生きていたならなぜ今まで。これから消える世界のことなどに興味はない。こっちは楽しそうだな、オビト。こいつはマザーだ。どうしたかって消えてんだ。さあ、おそらく無事ではあるまいな。呪因の鎖を巻くよりも早く。私のところへ。影たちを。私ならまだ救える。はい、すぐに体をくっつけて。違う、私の半身は後で。つなげ様、ガツユ、頼みがある。焦ったな、オビト。時を見計らい、輪廻転生の術で俺は蘇る。そういう手はずだったはずだ。その術で悟る者ども、どいつもこいつも。まあいい、今からでも遅くはない。七人目のペイン、ナカトを利用しようとしてたのか。奴は裏切った。外道を輪廻転生の術。ナカトの動力は生死を司る術。打ち破壊し。どうしてあんな奴と。俺が八尾と九尾をやる。オビト、お前はこいつらをやれ。こんなにさせるか。なら手加減はできんぞ。かつて俺の九尾を縛り上げた柱間の木竜だ。キヌヤロー、キュービのチャクラを吸ってやる。うわ、かぶい。カカシ先生、動けねえ。この世界で生きながらえた忍びは皆クズになる。俺たちが異例だ、カカシ。これが現実だ。託した側も託された側も。お前までそうなる必要はないだろ。おめえらムカつきすぎて。だから代わりに俺のことを一つ教えておく。この世界のクズを生む輩からは皆逃れることはできない。だから俺はこの世界を作り変える。俺の名
仲間は絶対殺しはしねえ。ヒルドラ大金、今の俺にできることは今のナルトを守ることだ。俺も同じくな。限界の癖しやがって。木の葉はどいつも強がりばっかだな。シャリンガン頼みのライチ。気づけろナルト。敵の木刀縛りは初代火影のと同じだ。美獣の力を縛る力があるぜ。そろそろ準備の方もやべえな。オビトってのはあっちに任せんだ。もういけつ、ヒーローちゃんに発作。よし撃て。これで終わりだ。復活する前にじりじりに吹き飛ばす。あいかけ食べろ。クズカゴに入ってろカカシ。一緒だ。確かにカカシ先生を何とかしねえと。シャリンガンの使いすぎでバッテバテになってるし、もう吸い込まれたら。いつでもカムイで出てこられる。カカ先生、終わったのか。ああ、この世界がな。やった、やったんだよバカ野郎、この野郎。よっしゃち、十尾の力を抑えられる時間はあまりないと思った方がいい。マダラは物理攻撃以外効かない。十尾の頃合いのようだ。それにはまず、そうだぜ。ビビってる暇があるならチャクラを練っておけ。本部からの作戦を受けてすぐ動けるように準備しろ。二人を狙うどころではないぞ。それでもあれを止めなければ俺たちは皆終わる。肩の骨が外れやがったな。そろそろ銃尾のコントロールが難しくなった。近くだろ、命だろ。ダメだ、カムイじゃ間に合わない。シカさん、一旦切ります。どうした、これは。信じられん。この状態の十尾がどれほどの力か確かめてみたくはないか。最後の仕事だ。戦場のみんなとつなげてくれ。十尾を止める策がある。ここか。四角、どうする。やるべきことをやるだけだ。これで連合の頭は潰した。ま、基本だな。